はい、それでは今日は紙コップを使った面白いゲームをやってみたいと思います。こちらの方に空の紙コップ、5つ用意しました。はい、普通の紙コップです。そしてもう一本、こちらの方にちっちゃい紙コップを用意しました。それではこの紙コップの中にこれから、ビールを注ぎます。まあ、ビールでなくても何でもいいんですけどね。今日はちょっとビールでやってみましょう。それからお客様にこのビールの入ったちっちゃい紙コップをどこかに入れていただきます。そしてこういうふうにコップでカバーしてください。もちろん周りからはどこに入っているか見ることはできません。じゃあすいません、お客様どこでもいいですから好きなところに紙コップを入れてください。ちょっと後ろを向いております。さあ、どこかに入れていただきました。じゃあこちらにちょっと普通の土がありますので、ちょっとチェックしてみてください。大丈夫ですね。はい、それではこれから私がこのコップですか、このコップですかと言います。で、その時に全て違いますと言ってください。はい、それではまずこちらから参りましょう。このコップですか？違います。このコップですか？違います。これですか？違います。これですか？違います。これですか？違います。全部違いますか？はい、違います。はい、では参りましょう。それでは成功祝して乾杯。ありがとうございました。